こんにちは、平井博明です。今回はですね、初心者の方がもうゴルフ始めてもう1週間2週間後コース誘われて行かなきゃいけない状況の方なんかはぜひぜひ見ていただきたいんですが、どちらかというと前回の動画なんかは練習をしっかりやって準備が整ってからコースに行くような感じのニュアンスでちょっとシリーズ化やっていきたいと思って動画撮ったんですが、今回はもうそんな暇もないよ、もう言われてすぐコースっていう感じの方に動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンラップゴルフ。ポイントはですね、これもまた難しいんですが、一つです。ただひたすら打つっていうことが大事です。でそれをちょっとまあ一つただ打つっていうのはちょっと単純すぎるんで詳しく説明させていただきますと、とりあえず 1,2 週間しか例えばコースに時間がないとしたら、そこの間で何ができるかって言ったら正直何もできません。ただボールを打つことに慣れることができたら僕は120点だと思います。それぐらいの短期間でしか、コースに挑めないっていうんであれば、もうとりあえず練習場に暇さえあれば行って時間の許す限りボールを打つことが大事です。球数の精算と打ち放題ありましたら、男は黙って打ち放題です、間違いなく。2時間400球目指してください。それぐらいの感じ。とにかく数を打たないと何事も始まらないんです。ゴルフって全てにおいてそうだと思うんですが、10球20球打ったからってもちろん上手くなるわけじゃないですし、とにかく数打ってから何かこう見えてくるものがあるので、それまでは打ち続けないと何も答えは出ないので、今の状態でコースに行くっていうことなので、まずクラブを持っていただいて、その持ったクラブを振ってボールに当てるという作業をしていただく、これがもう一番です。その構えはどこ、スイングはどこ、そんなのどうでもいいです。クラブヘッドがゴルフボールに当たるスピードを探してみてください。ゴルフのスイングはこうだからって言って決められた大きさで速さでこうやってそうやって踏んなきゃダメだよって言われたのはあまり参考にしない方がいいです。まず練習なので10ヤード1ヤードとか10ヤード先でも結構です。クラブがボールに当たるスピードをまず探して、それが何ヤードまで続くのかをゲームとして遊んでみてください。で当たらなくなるスピードってあるんですよ。それが今の実力だと思ってください。当たるまでのスピードが今の実力なので、それを一番飛ぶドライバーの最大限の飛距離まで完成させるというのがゴルフのトータルですよね。なので、まあ、一番最初ほぼほぼみんな当たるのがパターです。パターはまあ比較的そのスイングも小さいのでボールに当てやすいです。で次に、まあ、アイアンで、まあ、アイアン短いので打ちやすい当たりやすいということでアイアンを短く多少持ってちっちゃく構えて小さい動きで打って、まずボールに当ててあげるということが大事です。最初から飛ばそう飛ばせなんていうのはあまり良くないので、まずはクラブをボールに当ててみる作業、それを行う方が一番いいです。もう本当先ほども言いましたけども、今の状態もう始めたばっかりの状態でコース行くようなものなので 1,2 週間というと、なので何も変わらないと思って自分は当たらなくて当たり前だという感じで、一番大切なことっていうのはその場を楽しむということです。ただ最初っていうのは行くメンバーにもよりますけども、誰々さんの気を使ったりとかですね、いろいろこう難しい関係とかもあると思うんです。会社の方とかと行く時なんかはそういう場合はなかなか落ち着いた時間っていうのはないと思うんですが、自分のゴルフに徹するよりは例えば人のゴルフを見ることもすごく大切です。どういうスイングをしてるのかなと、どういうゴルフの仕方をしてるのかなと、マナーなんかもすごくその時に習ったりとかですね、こういうものはこういうふうにやるんだよというふうに教わったりとかですね、いろいろその現場で勉強することって多いと思いますので、まずそのコース行くまでに全てを覚えなきゃいけないというよりは、全然今あるまま行っていただいて現場で知るということが大事です。
コース初めての方にそんなに厳しく言う方っていらっしゃらないので、できればその楽しんでいって、あ、今日一日終わって楽しかったなと言えるようなファーストラウンドにしてあげた方がいいと思います。最初お家の中とかで、まあ、ボールを、まあ、2,3 球カーペットの上とか転がしていただいて、ペットボトルになんか水を入れて、まあ、倒れないようにしていただいて、1メーター3メーターぐらいやったら十分です。それを、まあ、何発当てられるかなというゲーム形式でやっていただく、それがまず家でできる練習ですね。あとは練習場行きましたら、クラブにですねピッチングウェッジ P と書いてある、クラブがあると思うんです、まあ、メーカーによっては、U とかですね W とかって書いてあるメーカーもあるんですが、そのクラブをグリップとグリップ、このグリップとグリップのこの距離のちょうど両手で真ん中ぐらいを持っていただいて、時計の針でいうとだいたい9時から3時ぐらいのこの間でこうやってポン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 動かしてあげる、まず素振りです。そういうふうに動けるかどうかの素振りのチェックをしていただく。ボールなんか打たなくていいです。こっからここにクラブを持って動けるかどうかで、あ、何回やってもその9時3時だったら動けるかなと確認できて、初めてボールをセットしてボールを打っていただく。でそれがですね、終わりましたら次に7番アイアン、番手に7と書いてあるクラブですね、アイアンの7番打って、次に、一番飛ぶドライバーを打って、まあ大体この3本最初のコース行くまでなんかは練習してれば十分です。なので特別なことを求めてるわけじゃないので、そのクラブが打てるようになってきた方がいいです。もちろんドライバーなんかもグリップとグリップの真ん中ぐらい持っていただいて、9時3時の右から左のこの回転運動ですね、余計なこと考えなくていいですよ。クラブが右から左に動いてればいいだけですからね。それだけチェックしてればいいんです。それでこれも一緒、動けるようになったらボールセットしていただいて、ボールにその動きで当たるかどうかだけ知れればいいんです。なのでそのチェックですね、クラブはその3本と動きのチェックをしていただいた方がいいと思います。では動画の方は以上になりますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。